続いての教科は社会です。はい、自信あるぞ。はい。お、もうあなたは信用できません。全部自信満々で書いたんです。そうですよね。まあ、いい姿勢ですよ。いい姿勢ですよ。素晴らしいですよ。最初の問題はニュートンのことを次の3語を使って、3つの言葉を使って簡潔に説明します。アイザック・ニュートンというね名前でございますけれども、ルナちゃんはどうだったこれ。でもできたと思いますよ。あ、できたと思う。はい、あ、なるほど。そうな軽いね。すごい。世界一軽いね。はい、それではあカノンちゃんいきましょう。はい、はい、カノンちゃんのこれ自信あります。自信ある。カノンちゃん、こちら。ちょっと待って。コロンブスの卵と似ている。リンゴを転がして立つか立たないか。全然違います。なんかそれっぽいこと書いてある。ちっちゃい下の法則見てください。え、うわ、なんだこれ。クレーンの、クレーンの、こんな何の法則。それはこれです。あのスパイダーマン。あ、もうこっち向けないで、怖い。これですじゃないの。頭抜けて。これで喋らないで。スパイダーマンじゃないの。他にも言いましょう。レンレン。レンレン。レンレン、さっきね、ちょっと。ニュートンはリンゴで例えると12個という法則があります。これがヒントだよ。おい、なんだ。おい、なんでレンレンが問題出す側なんだよ。おい。レンレン。これがヒントだよ。普通は Q&A。 ただ Q&Q したね。わかる。これがヒントだよ。ね、いいね。そうですね。次の問題は次の写真の人の名前を答えなさい。あったね。ありましたよね。はい、正解は渋沢栄一。誰？何系の人ですか？何系？ギャル、違う、人間系。これギャルじゃないのよ。これギャルじゃないのよ。渋沢ギャルじゃないのよ。ちなみに皆さん、渋沢栄一、新しい1万円札にある人。新しくない？今の1万円札誰が知ってますか？福沢家康。すいません。すいません。ごめんなさい。福沢家康。ちょっとごめんなさい。いろんな時代がめちゃなせた。福沢家康紹介してもらったんですか。福沢家康最強の名前。諭吉です。ああ、はい、ほうほうほう。で、そうなんですよ、諭吉。これから渋沢栄一に変わる。はい、すごい。何がすごい。わかんないけど、これ何千万。わかんないけど、わかんないけど、とりあえず。じゃあ見てみましょう。この人が一体誰なのか。のんち、のんちはこう書きました。こちら、ブルドマケン。違います。ブルドマサシです。ブルドマサシ、ブルドマサシ、ブルドマサシ、何やった人、なぜ有名なのか。ブルドッグと初めて会話ができた日本とブラジルの歯。ごめんなさい、ピン芸人じゃん。初対面だったんですけど、渋沢栄一も天国から怒ってる。ブルドマサシ。さあ、そして笑ってますけど、アリポン。アリポンいきましょう。アリポンの回答こちら。織田信長。元総理大臣だから。全部違います。スケープする人ですよね。じゃあ、それ織田信長じゃない。おもれえわこのクラス。教師になりたいって東京出てきてこのクラス乗ったらやめるんだ。あれ違うな、先生ってどんな感じだったっけ。まず、織田信長は、戦国武将です。1500年代に来た。そうよ、渋沢栄一はもあとです。明治時代なんで1850年以降の人ですね。総理大臣になったことがございません、織田信長は。うん、今の総理大臣は言える。菅さん。おお、あれ、あれは、あの方、安倍さん。安倍さんは、安倍さんは、ちょっと待って、え、安倍さんじゃないの。
しいですね。新しい先生、もういいですか。さすがに阿部さんはもう終わりました。阿部さんはもう終わった。残念ですね。好きだった。え、あ、推しだった、推しだった。めっちゃ推し。続いてですね、次の偉人の名言と意味を書きなさい。お、織田信長の名言、それこそ織田信長です。でここに織田信長が出てます。中村ジャリ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 ャホトソンです。あ、中村、これいろんなシリーズがいろいろありますよね。織田信長は中村殺してしまえホトソンです。あ、うん、カノちゃんどうした？残酷です。残酷だ。その優しいさをずっと持ってて。カノちゃん、織田信長嫌い？ちょっと今あんま好きじゃなくて。え、そう。カノちゃん好きじゃん。レンレン。はい。はい、レンレン行くよ。レンレンの名言、こちら。泣かぬなら戦えほどです。意味おもろ。暇があるな。一緒にだな。じゃあこれ、年齢は今戦ってる状態なんだよ。お前戦えよ、お前は。お前は時間だろ。っていう状態なんだよ。あと一番先生が怖いところ、その徐々に文字がでかくなってめちゃめちゃ怖いよ。勢いがすごい。飛び出しちゃってるからね。はい、続いての問題いきましょうか。続いても名言でございます。ドイツの哲学、ニーチェの名言。〇〇は死んだ。なんかもうみんなが今なんだろうな、空気が死にました。一瞬張り詰め。これは、回答、神は死んだ。要は絶対的、この世に絶対はないんだぞ、意味です。あの簡単に言うとね、ガノン。はい、ガノンは何が死んだんでしょう。こちら、なぜ彼女は死んだのか。こっちの方が良くない。え、これはどういうこと。なんて言うんだろう、なぜ死んだのってなって、私不死鳥だと思ったんです最初。不死鳥、あ、不死鳥は死んだ、死んだのかって思ったんですけど、なんかニーチェさんはきっとそんな不死鳥とか信じてないだろうと思ったので、近くにいた彼女が死んだんだ。ヘラヘラすな。ヘラヘラしなさんな。で、死んだって言い方ちょっときついなと思ったんで。確かに。だ、死んだの、死んだの、下げたんだ、優しくしたんだ。優しいは優しいのよ。そもそもね、ルールにのっとってないから、丸々を埋めてほしいの。腹破ってる。はい、さあそのほかにルネチョ、ルネチョ行きましょう。ルネチョ、こちら、地球は死んだ。終わりです。終わりです。我々もいません、この時代に。終わりです。温暖化でなくなっちゃうのかなと思って、うん、死んじゃったのかなって。なるほどね。え、すごい明るく怖いね。なんか可愛い怖い。のんち、のんち行きましょう。何が死んだんでしょう。こちら、織田信長が死んだ。え、ちょっと待って、織田信長ってそんな万能じゃない。いいか。ちなみに織田信長が討ち取られた事件、知ってる人。はい、はい、お名所、本能寺の変。素晴らしい、素晴らしい。本能寺の変、織田信長は誰にやられたんでしょうか。ごわけよ。なんだろう、なんだろう、誰でしょうか。え、なんだろう、織田信長誰にやられたと思う。織田信長、うん、え、何、え、なに。実は仲間とか。実は、お、お、そう、お、家臣の、お、明智、お、明智みたいな人です。そう、素晴らしい、明智みたいな人って明智です。明智光秀に殺されたの。そう、だから普段仲いいでしょ、例えばみんな仲いいでしょ、この仲良かった仲間がある日突然バーンって襲いに来て家燃やしちゃったの。そう、織田信長がそういう死に方しました。この場に行きましょう。はい、この場に何が死んだんでしょう。こちら、わしは死んだ。わしは死んだ。わ
足死んだ。おじいちゃん、もう成仏してね。あ、死んだ。死んだ。すいません、ご苦労。わしは死んだじゃない。昔の話だからなんかわしはなのかなと思って。ニーチェの一人称のわしじゃない。うん、大悟さんしか言わんだ。わし。はい。ドイツの東西統一に壊れた。まあ東西統一の際、民衆によって壊された壁の名前を答えなさい。さあ、正解はベルリンの壁。聞いたことあるかな。ベルリン。ベル、そう、発音のこと聞いた。今の良かったら勝手に続けないじゃない。勝手じゃない。ベルリンになるわけ。さあ、何の壁だったんでしょう。アリポン。信じてるよ、俺は。もうそろそろ優等生。アリポン、こちら100人の壁。違うんだよ。佐藤さんやってるの99人の壁なん。な？なんかやめて、そのスピンオフの番組作って。1人足してみましたね。あと100人の壁、薄いから、そう、100人じゃね。続いて、インターネットを通じて事業への支援を呼びかけ、資金を集める仕組みをカタカナで。もう皆さんファンクラブとか作ったりとかね、オプティン、今今後皆さん例えば今グループですが、ここで活動していくときにこういう活動を必死になってくると思います。答えはクラウドファンディング。イッチ行きましょう。イッチはなんて書いたでしょう。この仕組みこちら。ペイペイ。使ってる。仲間でもないだろ。ねえ、ペイペイキャッシュバック多いもんね。っていう話をしてしてんじゃないの。次の問題。まあ、昨今のデジタル化に伴いまして、河野太郎さん、脱ファックスともう一つ廃止しようとしているものは何ですか。河野さん、ツイッターでも結構ね、バズってますね、発言が。脱ファックスと、もう一個廃止しようとしたものは、ハンコ廃止。ハンコ、ハン。嘘じゃない。もう流れちゃってるニュース。さあ、そんな中で、廃止しようとしている。ルネチョは、これを廃止しようとします。こちら。家電。ダメです。違う違う、家電です。あ、これ家電。ひなぴ、ひなぴ行きましょう。ひなぴ何を廃止するのか、こちら。あだ名。ちょ、もう終わったよ。ひなぴもう終わりよ。ひなぴもう離島になっちゃうよ。あ、うん、ニュースで見ました。なんてあだ名がダメみたいな。あ、それが差別的表現につながっちゃったりとかするからね。例えばなんか、おーデブーみたいな。なんでそんなこと言うの。こうなっちゃう。こうなっちゃう。またこれまた違うニュースです。こうなっちゃうな。結果発表。皆さん時間の都合上でちょっと英語を活用させていただきました。なのでまあちゃんと厳正な審査をやっておりますので、はい、それではこのポップティーン抜き打ちテスト第1位。アリポン。おお、さすがユートンであるよ。アリポン、英語がトップの90点です。おお、はい、まあ、さすがだね、英語はね。で、国語が0点です。そうでしょ。はい、だから本当にもう日本は捨てました。本当はもうね。でも英語できるんです。素晴らしい。だから一教科でバチンといったんですね。素晴らしいです。90点。第2位、ノンノン。はい、はい、おめでとうございます。さすが元気大学生。ノンちゃんですね。ノンノンは国語がトップで60点でした。おお、ね、まあ先生はトップが60点ってことに驚いてます。半分以上足りない。半分足りない。どうでした？
昔の言葉をもうちょっと使おうかなと思いました。そう、昔の言葉を大切にして今を知るのなんて言うんでしたっけ。恩と自信。素晴らしい素晴らしい素晴らしいです。吸収していくんだね。さあ、そういうことなんです、はい、さあ、参りましょう。第3位、第3位はアイディル。おーわーわー、アイディル、すごいわ。アイちゃんは、アイちゃんはあれですね、あまり回答を紹介されなかったのは全体的に優秀だったんです。はい。ですから、おバカ回答があまりありませんでした。実質1位ですよね。実質1位、実質1位よ。実質1位ですよね。実質1位ですよね。いや、3位です。ちょっと学んだみたいです、ね、そうです、3位です。続いては、4位、2人います。あら、4位は同点でした。はぁ、一気に言います。のんちとひらび。おぉ、4位も当たるよ。すごい、4位、はい、のんちとひらびが4位でございました。あら、のんち結構おバカ回答あったの。結構あったけど、え、でも自信があったんで良かったです。え、自信が結構あったので、うん、なるほど、変な自信ですね。根拠のない自信。負けないぞって意思は強かったですね。私、全体的に書けたと思ったんですけど、うん、回答を見た時に変すぎて自分でヤバいなって思いました。でも良い、嬉しいです。だから、まあ、変な回答だったけれども他がもっとヤバかったと思う。まあ、弱いわ、弱いわ、弱い。さあ、続いていきましょう。続いて、6位、4人います。同点だ、はい、今残ってる人、はい、じゃあ続いてですね、呼ばれた順に手を下ろしていきますよ。6位、1人目、レン。 OK。 そしてルネチョ。ルネチョ。そしてイッチ。イッチ。そしてコアキ。やばい、よかったです。あの先生にピースすなよ。先生にピースをやめなさい。さあ、残りました。待って、本当に最年長としてこれは最下位ではいけないはず。いけないはずね。ここの席に座ってるしね。そうだよ、ね、さあ、ここからは10、11、12、最下位。いやいや、1人ずつ分かれてるんですね。分かれてるよ。残ってるのはさくらちゃん、あゆみちゃん、ほのまるちゃん。さあこの3人から決まるからね。参りましょう。第10、下から数えて3番目です。第10位はあやみ。やったうん、あんま中学生をこの表現しないな。中学生まではちょっとよくわかんないけど。いや、でも再会じゃなくてよかったよ。そうだね、うん、さあ、残るはほのぼりさくらでございます。なぜおバカさんが前に座っているのか。ねえ、それ先生の目からそれないよ。そうですね。参りましょう。さあ、どっちでしょうか。さあ、それでは参りましょう。11、名前を呼ばれたら全員、呼ばれなかったら最下位のおばあさんでございます。参りましょう。11位は桜です。英語一問ずつ正解です。よし。ハードル、イエイ。ハードル低いね。ハードルが低いよ。イエイ。なんか私今一応受験生だったので、うん、最下位だったら結構精神的に落ち込んでたので、そうだよね、うん、はい、ということでポップティーン抜き打ちテスト最下位トップバカこのバビちゃんになりました。ちょっとこれあれ大丈夫なのかなと思うんですけど、私どうしたの。
私、今一番先輩なんですよ、うん、この中で、はい、あ、ポップの中でも、はい、どうしますか。知りません知りませんちなみに、バビちゃんは社会1問正解しただけでした。え、社会何正解したんだろう。バビちゃんが正解したのは粉子だ。古墳ね。何が間違えちゃってんの。今のとゼロですよ。はい。